皆さん、こんにちは。のべです。プラネットコースターやっていきます。よいしょ。さあ、前回こちら、新しい、ジェットコースター作りました。前にここにあった、スネスネスネークというジェットコースターの後釜としてね、こちらのジェットコースター作りました。赤いと言います。いやー、なかなか、名前もかっこいいな。そして、こちらが、秋のエリアになるのかな。オータムエリアでございます。いやー、なかなか、 確かに秋っぽい。そして僕が、夜をかけて作った滝。滝なぁ、もうちょっとうまく作れたらよかったんだけどなぁ。まあまあ、でもう、うまくいけてるんじゃないかなぁ。さぁ、次はどの辺を開拓していこうかなぁ。今までじゃあ手をつけてなかった、こちら。冬のエリアを作っていきましょうか。おし、やっていこう。この、もふもふを増やしていきましょうか。 このモフモフ増やすもんね、結構時間かかるからね。こうやって、コツコツと増やしていきます。えー、っとな。でもこれお金かかるからな、結構。で、これでもう451ドル飛んで、はいはい。で、こんな感じかな。さあ、モフモフを増やしていくぞ。 さあ少し雪を増やしてみましたじゃあここにホテルを作りましょうかよしホテルホテルなんかいいホテルあるかなえー、っとああなるほどねでここをなんか雪でちょっといじるみたいなそんな感じもいいかもしれないな敷地面積も まあ、ギリ大丈夫いや、大丈夫じゃないな。大丈夫じゃないか。他なんかあるあー、なるほどな。こうやって見ると、なんか、雪山の別荘みたいな、そんな感じするよな。あ、いいじゃん、いいじゃん、なんか。なんか、これはいい感じするぞ。え、これどっちが前あ、こっちが前か。 これはあんまり嬉しくないなこれは嬉しくないぞ。さあ、ホテル建てますよ。このパークサイドホテルってのもな、これもいいんだよな、結構な。これ、入り口はどこになるんだえ、入り口ああ、そこかなるほど。うん、いろいろアイテムがなちょっと邪魔になっちゃうんだよな。 しかもここはプラネットコースターっていうネオンがかっこいいな。これを布ペンボンジュールパークに変えるっていうのも手だよね。手だよね。じゃあこのおとぎ話のホテルを置きましょうか。でもできればな、雪の上に置きたいよな。どんだけ迷ってんだ。じゃあこの辺にも この雪をちいばめましょうか。これめっちゃ時間かかるんだもんな。よし、こんなもんでいいだろう。もう最近のね、プラネットコースはこういう地味な作業ばっかだわ。<laughs> 俺ほんとこればっかだもんな。いや、なかなか大事なんだけどさ。それにこんなめちゃめちゃきっちりやらなくてもいいんだけど。私が性格が。そう、これが性格出るよな、多分な。 さあ、これをペタ、ペタペタ貼りまして。うーっと、どうだもう少しで、もう少しでホテル作る。もう少しでホテル作りますよ。よし、いい感じだね。よし、じゃあホテル建てましょう。よしよしよし、いいぞ、いいぞ。じゃあこのおとぎ話のホテルを作りましょう。すげえ、ほんと宮殿みたいだな。 はーい、こんな感じかなそしてこうかな方向はもうちょっともうちょっとこっちかなさあいけるかなよし行ってみようはいどうぞさあオープンしてくださいはいれるかな お客さんは入れるかしら入れないね。入らないね <laughs>。じゃあ、歩道そうだな。じゃあ、この自然の歩道を作ってみましょうか。えーっと。これどうか。あ、そうそう。こんな感じで。で、手すりがいらない。こうして。 こうしてこうよ。どうこれどうお客さん。入る入る入らない。入る入りますか入らない <laughs> 入らないあーよかったよかった入ってくれたや <laughs> ばいやばい、まあ、ってか、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ響きが深い。 やばい、マジな雪山になっちゃってるな。<laughs> これはやばいな。俺ちょっと直そうか。ここのとこだけちょっと開けましょう。あんなに <laughs>、あんなに雪深くなるもんなんだね。はーい。こうやって消してみると結構あるもんだな。こっち、はい。さあお客さん入ってください。もうどんだけ消してんだろうな。 やばい、厚みがすごいなさあ、お客さん。オート7。<laughs> びっくりした。こいつは勝手に動き出しとった。はいはい。はいはいはい。うわ、暑いなすげえ、なんかだるそう。 だるそうだな、ナイト。頑張ってください。お勤めご苦労様です。さあ、私はそろそろ雪を消せますよ。はいはい。暑いなはいはい。ちゃんと警備してね。<laughs> ナイトくん、ちゃんと警備をしなさい。よし、いいね。じゃあ、ホテルは。 よすべてのサービスチェックしてるねさあお客さん入ってくださいねじゃあこっちにもお店を置いていきましょうかそうだねそうだね一応こっちの方には自販機とポップコーンのコーナーを改めて置いてるけどやっぱ結構並んでるなあ そんなに飲み物屋さんと食べ物屋さんが足りないか。さあ、お客さん、どんどん入ってってください。ああ、よかったよかった。こっちにね、自販機置いてるから、こっちに取られたくないかなと思ってたけど、ああ、大丈夫そうだね。よかったよかった。さあ、こっちは何屋さんかなあーっと、コーヒー屋さんか。で、こっちが ドーナツ屋さん。ああ、いいね。ドーナツとコーヒーの組み合わせ。最高じゃないか。さあ、他のお客さんはどうかな入ってくれるさあ、こっちにはじゃあ何置こうかなあ,あらかた置いたからな。えっと、えっと。ホテルも置いたしな。 その他ああこれワークショップで作ったスノーハウスっていうやつなんだけどでかすぎるわ <laughs> でかすぎるわじゃあとりあえずこっちにはこういうオブジェ的な家を何個か置いていこうよしいい感じこのお菓子風の家いいよなこれをなんかもうちょっとうまく使えたらいいんだけど またこれかさあ今言う風船のアーチを作ったんですけどどうですかねそしてここにはヴィンテージカーをちょっと置いてみたんだけどどうかなうーん浮いてるかもしれない <laughs> 浮いてるかもしれないなまあまあこれはちょっと置いとこうさあ等間隔に 木も置いていてこうこうやって向こうみたいにこうし集してないである程度間隔を置いて木を置くとあひがなんか手入れしてるのかなみたいなそんな感じをね演出することができるんじゃないかなって思うんですけどどうですかね結構いい感じじゃないですかおーじゃあ向こうに道をつなげましょうか。 はいはい。こんな感じで、どうかな。よし。これで向こう側から直接、この雪国エリアへ進むことができるな。この辺ももしかしたらお店いるかもしれないな。じゃあ、ここにもお店を作りましょう。そうだな。えー、っと、じゃあ、 ここをなんかショッピングモールみたいな感じにしようかさあこっから次はお店を作っていこうえーっとお店はそうだなうーん難しいなじゃあまずはこいつをどうぞこいつをどうぞ そして次はえっとドリンクショップかこれとかどうかな置けるかなこれ置けたりしないあ置けた置けたマジかすげえすげえすげえ置けたーすごーいだ木がめっちゃかぶってるけどねよしじゃあこれいらないか。 はいさあそして歩道もここだけ消してよしおおちゃんとお客さん来てくれるね嬉しい嬉しいじゃあ次はここにピクニック用のベンチを置きましてそうだなどういうベンチがいいかなじゃあこのおとぎ話用のうん じゃあこいつをい何個か置いていこうはいはい皆さんくつろいでってくださいねさあこんな感じどうよそして次は電飾ですなじゃああっちの南国リゾートで使ってたようなこの銅のランタンを敷き詰めていきましょうはいはいよっと そしてこうしてと。んー、ちょっと被るけどな。まあ、いいか。さあ、ショッピングモール完成しました。これめちゃめちゃいい感じじゃないで、しっかりお客さんも入ってるね。よかった。あーで、早速、ここの人が休憩入ってるから。あーそうだ、スタッフ用のホテルも用意してなかったですね。これはいけない。私としたことは。 そうだなじゃあどの辺に置きましょうかのうんー迷いますなまあここかなでもちょっとごちゃごちゃしすぎるかじゃあこっちに置きましてはいはいじゃあこうしましょう よし。で、こっちに、スタッフ10人入れるようにして、で、得点も追加すると。さあ、そして、ここがトイレ。ああ、トイレやっぱりちゃんと利用してくれてるね。トイレはそうだな。ちょっと違うか、場所が。こっちだな。えー、っと、こうしよう。 うん、よしぴったりよしじゃあこのショッピングモールの横にこちらこんなかわいいキャンディーコレクションとかなんか埋まっちゃってんなえー、っとえー、っとちょっと訂正しますそうこの雪だるまさんとかどうかなああなんかいいじゃんえー、っとえっとどんな感じで置いていこうかな で、埋まっちゃってるけど、こう、こんな感じ。おお、いいじゃんあー、すごい素敵ちょっと待ってね。ほら、これ、いいじゃん。うわ、すげえかわいいじゃん、これ。うわ、めちゃめちゃ素敵。もう、ぜひともここでくつろいでってほしいと思ってたら、くつろいでくれてるわ。親子連れかな で、多分これお父さんがね、ハンバーガーとか買いに行ってくれてるんだよ。で、お母さんたちが待ってるみたいな。うわあ、楽しんでてください。さあ、なんとか雪国エリアね、だいぶ様になってきた。特にこのね、イルミネーションが非常に綺麗になったかなと思います。あ、こっちはまあ全然手付けてないから、あれなんですけど。さあ、特にこっちですよ、こっち。このショッピングエリア。 わあ、なかなかいいじゃないですか、ここ。全然いいじゃないですか。わあ、皆さん、くつろいでってくださいね。はい、それでは、今回はここまでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくしチャンネル登録、高評価、お願いします。ドペンでした。さよなら